5分でわかる三浦一族チャンネル第26話、夫婦と地蔵。若い女子には人気ないけど、お年寄りには大人気、七種のゴンベイです。脚色あり、諸説あり、ゴンベイファンタジーだと思って見てください。血で血を洗う戦国時代、武士だけでなく里人の楽しい伝承が三浦に残っているので紹介したいと思います。三浦道寸義厚、荒次郎義明、親子が伊勢宗瑞と死闘を続けていた頃、引き橋に近い坂道に老夫婦の出す茶店があった。老夫婦の人柄もあり、茶店は大変繁盛していました。伊勢氏の患者スパイが引きずりの百姓に化けてこの茶店に立ち寄り、いろいろの話のうち三浦方の様子を聞くので、人の良い老夫婦は笑顔をほころばせながら自慢げに荒井城のことをすっかり話してしまった。その後この患者スパイは三浦方の追っ手に捕らわれ、これが敵方の患者と知れた時、老夫婦はひどく驚き、両親の呵責に耐えかね、三浦のお殿様に申し訳ないことをしたと愚かな己を嘆き悲しみ、その罪の償いに心中してしまったと伝えられています。後になって老夫婦の非業の死を知った里人は至極不憫に思い、霊を慰めるため茶店の後に夫婦地蔵を祀り、年頃に供養したと伝わっています。このお地蔵様が三浦半島の史跡と伝説という本に載ってる夫婦地蔵か確証はありませんが、ネット上ではそう解釈されているみたいです。大正時代、北原白秋の歌で引き橋の地に茶店があることは確認できました。500年前にここ引き橋に茶店があったか確認は取れませんが、ゴンベイが引き橋を歩いているとご老人が気さくに話しかけてくるので、500年前に人の良い老夫婦が伝承ではなく実際にいたと思えてきます。いいね、コメント、チャンネル登録をお願いします。